2組の後藤さんだよね。私の名前し…ねえ、誰かに用事でもあるの？後藤さんギター上手いのね。あれ、ごめんね後藤さん、私そのバンドには入れない。後藤さんは誰かに教えてもらったの？ギター。いや、ほとんど独学で。そうだ、後藤さんギター教えてくれない？私の先生になって。後藤さんってなんでバンド始めようと思ったの？後藤さん大丈夫？もしかしてまだ私のこと。後藤さんありがとう。いや、私なんか全然大したことなんて。絶対大したことしたと思ってる。後藤さんすぐ顔に出るのね。後藤さんは何かアイディアある？どうしよう、何も考えてなかった。後藤さんすごい仕事任されてかっこいいね。かっこいい。まあ、作詞なんて遊びしまえ。ちょいですよ。後藤さんってすぐ調子乗っちゃうのね。許してください。後藤さん、なにどうした？でも先輩の言う通りにすれば間違いなんてないですよね、後藤さん。はい。イエスマンが2人。わかったよ。どうぞ。後藤さん、目のクマ大丈夫？はい。あれ、私はともかく、後藤さんは？前学校で聞いた時は素人の私でもうまいって思えたのに。後藤さんありがとね。お、練習付き合ってくれて。あ、いえ。教室で演奏したらうるさいものね。さすが後藤さん。いい方に解釈してくれた、優しい。あのね後藤さん。お、やったわね。はい。ようも気づいた。ぼっちちゃんの演奏、少しの間だったけど、いつもと全然違ったような。後藤さん、やっぱりすごかったわ。北さん、すみません。後藤さん？後藤さん！完全に目をつけられてる。ほら、後藤さん、写真撮りましょう。ぼっち、新曲の歌詞よろしく。はい。どんどん楽しくなってきたね、後藤さん。はい。後藤さん、泣くほど嬉しいのね。学校での後藤さんですか？そう、後藤さんの家あと少しで着くみたいです。やった。後藤さんの家ってどんな感じなんでしょうね。おお、なんだか嬉しいですね。後藤さんも今日楽しみにしてくれてたって分かって。後藤さん、これお土産、ご家族で召し上がってね。よーし、後藤さん頑張りましょう。はい。ねえ後藤さん。後藤さん溶けちゃいましたね。今日暑いからね。後藤さん戻ってきて。って、あれ、先輩、また後藤さんが。これはあれだね。後藤さん遊び行かない？どこさ、エキサエンさん、エコザペンタインさん戻ってきて。トロピカルラブ、後藤さん、フォーエブル。なんでそうなる？後藤さん、あと少しで夏の思い出できるからね。もう少しの辛抱だから。写真撮りましょう、後藤さん。じゃあ塩ソフト食べてくるので、またね。後藤さん、いい加減起きて。後藤さん、ほら見て。はい、これ後藤さんの。どうも。頑張りましょう。いやだ。後藤さんも。後藤さんだけ藤沢で乗り換えね。はい。後藤さん、どこ行きたい？毎日思い出作りましょうね。そんな毎日は外出したくない。考えておきます。うん。後藤さんも眠かったら起こすけど。いや、行きの電車でずっと意識なかったので割と目は冴えてて。よかった。後藤さん、おはよう。おはようございます。北さん、後藤さん、私もっともっと練習頑張るから。だから文化祭ライブ絶対成功させましょうね。はい。私ね、どうしても後藤さんに文化祭ライブ出てほしかったんだ。後藤さんも自分の練習あるし、今日は純粋に文化祭を楽しみましょうね、後藤さん。後藤さんのクラス気合入ってますね。後藤さんすごい、とっても役に立ってる。そうだね。後藤さん、もっと愛情込めて唱えないとダメよ。え、
ました？後藤さん。後藤さんも深呼吸。いいから。後藤さんも。あ、はい。ほら後藤さん、一言くらい何か言わなきゃ。後藤さん、後藤さん、大丈夫？後藤さん大丈夫？目覚めた？あ、はい。これからももっとギター頑張るから教えてね、後藤さん。ひとりちゃん。はい。じゃあ先行くね。準備できたら来てね。あ、はい。